どうもこんにちは、プレシアの木島です。本日は35歳の男性は年収いくらあれば婚活で結婚できるのかというテーマでお話をしていきます。婚活する上で異性に見られているポイントっていうのは、男性であれば年齢、年収、容姿です。で、女性であれば年齢と容姿を異性から見られているんですよね。特に男性って年齢を重ねるほど年収という部分をめちゃくちゃシビアに女性から見られるんですよ。まあ、だからね、男性こそも早めに20代のうちから婚活をした方が有利に婚活を進めることができます。なぜなら20代で年収300万円の男性と40代で年収400万円の男性であれば、そのお見合い成立率ってもう桁違いに変わってきますからね。それぐらい男性の年収って女性の判断基準になってるわけなんですよ。もしね、今の仕事が年齢を重ねても年収がガツンと上がらないような職種なんであれば、1歳でも若いうちから婚活をされることをおすすめいたします。ただそうは言っても、もう自分はね、35歳で転職するのも難しい、かといって1年頑張ればガツンと年収が上がるような仕事でもない、そんな自分はもうじゃあダメなのかと思う方もいるんですが、ダメではありません。今回そういう方のためにこの動画を撮っておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。で、本題ですね。35歳の男性は年収いくらぐらい最低あれば婚活をして結婚できるのかという話なんですが、これ結論からお伝えすれば、年収300万円あれば婚活をして結婚することは大いに可能です。ただね、これはあくまでも本当に最低ラインなので、もちろん50万100万は年収多い方がいいに決まっていますからね。まあ、ここで言っている年収300万円っていうのは最低ラインという話になりますので、ここをちょっと勘違いしないように聞いていただければと思います。で、私の会員さんでも35歳で年収300万円の男性って普通にいらっしゃるんですが、それでもね、積極的に活動すれば月に1件2件ぐらいお見合いって決まっているんですよ。で、こういうことを言うとね、いやいや、どうせそういう人ってイケメンなんでしょって思いがちなんですが、今お話ししている35歳で年収300万円の男性は容姿普通、コミュニケーション能力はやや低めの35歳年収300万円の男性になります。じゃあその男性、モテる要素ってどこにあるのって不思議に思うかもしれないんですが、お見合い決める決めないっていうのはその人の人間性とかそういう話じゃなくって、プロフィールが全てなんですよ。そのプロフィールをよく仕上げれるかどうかによってお見合い成立率が格段に変わる、もうこれだけなんですよね。そのため、このプロフィールをしっかり作り込めていなければ、いくらイケメンでも、いくら高年収の男性であっても、めちゃくちゃお見合いが決まりにくくなります。結婚相談所に入会すると、最初にプロフィールって作りますよね。で、そのプロフィールを会員さんに丸投げしていたりとか、添削しない相談所っていうのは、初めからね、やる気ないのかなとか、会員さんをお見合い決めるつもりないのかなっていうふうに私は不思議に思ってしまいます。それぐらいプロフィールってめっちゃ大切なんですよね。だから私の相談所に入会してくださった会員さんのプロフィールは、私が最初から最後までずっとつきっきりで添削をしていきます。その上でお見合いが決まるプロフィールっていうのを責任を持って作成させてもらってるんですよ。でね、なぜそんな風につきっきりでプロフィールを私が作るかっていうと、皆さんね、こう自分のことを書くとするじゃないですか。PR 部に自分の PR を載せますよね。で、そうした時に皆さん自分で書くってなると、なぜか謙遜してしまったりとか、メリットじゃなくてなぜかデメリットの部分をたくさん書き始めたりとか、全くねメリットにならないものをなんかダラ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 書いてしまう人とかがいるので、もう私は本当に会員さんの要点だけ聞き出して、あとは代筆で私がプロフィールを仕上げていくっていう感じにしています。で、ね、PR 文の中に入れない方がいい代表的なワードっていうものがいくつかあるんですが、例えば何々が得意ではありませんとか、私は〇〇は好きではありません、〇〇は苦になりません、〇〇は好きじゃないんですとか、このようにね、マイナスワードが散りばめられているプロフィールって完全 NG なんですよ。言葉だけで聞くとそんなに悪い感じはしないんですけど、プロフィールって耳で聞くものじゃなくて目で見るものじゃないですか。で、そうした時に女性があなたのそのプロフィールをパッて見た時にマイナスワードばっかりが並んでいると、あなたをどんな風に見るかっていうと、マイナス要素が多い男性なんだろうなっていう風に見られがちなんですよね。反対に入れ込んだ方がいいワードっていうのは、〇〇が好きですとか、〇〇が得意ですとか、〇〇することは楽しいですとか、このようにね、ポジティブワードを散りばめたようなプロフィールが非常におすすめなんですよ。でね、こんなことを言うと、いやいや細かすぎないと、本当にね、そんな細かいところをちょっと変えるだけで
お見合いが決まりやすくなんのって疑いの目をね向けられることがあるんですが、プロフィールってそういった一つ一つこだわって作って初めて完成するんですよね。だからどこか一つでも手を抜いてしまうと魅力的ではないプロフィールに仕上がってしまいますので、そういった細かいところこそが非常に大切なんですよ。そして女性はあなたのそのプロフィールを見て、あ、この人なんだか良さそうだなって思うから会ってみたい、会ってみようってなるわけですよね。そうして晴れてお見合いが成立するわけなので、プロフィールをね適当に書いている人っていうのはお見合い決まらないですし、婚活する上で非常にもったいないことをしているなって私だったら思ってしまいますので、プロフィールをね今一度見直していただいて、そういったマイナスワードは含まれていないのか、そこだけでもねせめてチェックをしていただきたいです。でまた人っていうのは自分の理想からこう一つ外れているものがあったとしても、それ以上に魅力的なものをたくさん持っている人であれば、その人に惹かれてしまうものなんですよね。私もねお恥ずかしい話なんですが、20代前半ぐらいの時はやっぱりねイケメンと付き合いたいとか身長高い人と付き合いたいっていう願望があったんですが、実際にねやはり交際始めた人っていうのは、まあ、見た目的にも私のタイプじゃなかったりとか、高身長どころかね身長が低い人とか私とそんなに変わんない身長の男性と付き合うことが多かったんですよ。でね、なぜ私がそういう人たちと付き合うことになったかっていうと、やはりこう見た目以上にその人に魅力があったからに過ぎないんですよね。婚活をしているとやっぱりそういった中身の部分って会って初めて知るので、プロフィールの中だったらプロフィールに載っているものでしか比較することができないので、年収っていう部分で言えば非常に分かりやすいんですよね。数値化できているので他の男性と比較するにはもってこいなんですよ。だからその年収で男性は女性から判断されてしまうんです。でもね、人を好きになって結婚する決め手は年収ではなくて人柄なので、まずそのプロフィールを見てもらって年収が低かったとしても、それ以上にあなたの魅力あふれるプロフィールを作ることができれば、女性は会ってみたいなって思ってくれますので、そこまでね悲観的になる必要はありません。とはいえね、やはり女性も男性とお見合いしたその先には結婚っていうものを見据えているので、あまりにもね年収が低い男性であれば、女性はそこはもうシビアに切り捨てる傾向にあるので、私が最初ね冒頭でもお伝えした通り、35歳であれば最低ラインはもう年収300万円の男性です。300万円満たない男性であれば結婚相談所で婚活をしてお見合いを決めるっていうのは非常に難しくなりますので、そこはねちょっと申し訳ないんですが、そのラインっていうのは設けさせてもらってます。まあ、そのラインっていうのはね、まあ差別とかっていうよりかは年収300万円あった方がやはりお見合いは決まりやすくなると。もしねそういった年収とか数字的な部分で自分は判断されたくないとか憤慨だって思う方は、それで判断されない出会い方をしたらいいと思うんですよね。婚活パーティーとかマチコンとか、まずは直接会って話して人柄を知ってもらって、その後にお互い条件を開示するとか、そういう出会いもねいろいろあると思うので、それぞれね自分に合った婚活方法ってあると思うので、そのあたりをね一番自分に合う婚活方法で試していただければなと思います。でね、じゃあギリギリ35歳で年収300万円だったとします。でその年収300万円の男性はどんな風に自分をね女性に売り込んでいくかっていうのが肝になってくると思うんですよ。例えばですよ、普通のハサミを売るにしても、このハサミはよく切れるハサミですよって売り込むよりかは、このハサミは料理ハサミとしてはめちゃくちゃ万能で、お肉を切る時でも髪を切るみたいにサクサク切ることできるんですよってなると、刺さる人には刺さってくれるじゃないですか。でそうすると、今までねお肉を包丁で切るのめんどくさいなって思っていた主婦の方たちが、あ、それだったらハサミの方が楽だしいいわねっていうので買ってくれたりするじゃないですか。それと同じで、35歳で年収300万円のあなたであれば、万人受けするプロフィールっていうよりかは、刺さる人には刺さるようなプロフィールを作り込んでいくことが非常に大切なんですよね。例えば年下の女性で癒し系の女性を狙いたいんであれば、自分をどういうふうに売り込めばいいかっていうと、年上っていう部分を生かして頼りがいがあったりとか落ち着きのある男性、包容力があるよっていうのをアピールするようなプロフィールに仕上げなきゃいけないですし、まあ、はたまた同年代ぐらいのねバリバリ働いている女性をターゲットにしたいって思うんであれば、まあ、お互いの趣味とか時間を尊重しつつ、まあ、家事とかねそういった料理は一緒にこなして、どちらか一方が負担にならないような結婚生活が理想ですとか、そういうことを書けば刺さる人にはこうブスブス刺さってくれると思うんですよね。でそういう人たちとお見合いが組みやすくなると。まあ、そのため適当にプロフィール書いたり万人受けするようなねなんか浅いようなプロフィールを書いてしまっていては、なかなかねお見合いを決めることができないですので、年収が1000万とかね普通にある
ある方であれば全然万人する受けのプロフィールを書いてても決まるんですけど、年収がね、やはりこう年相応よりか少なめな男性であれば、刺さるプロフィールをしっかり作り込んで書かなきゃいけないということです。どんな女性をターゲットにするかで書く文章とかも変わってきますし、まあ、アピールポイントとかもね変わってきます。でこれってまあ婚活っていうよりかは商品を売る時と全く同じ要領なんですよね。そのため私は婚活用のオンラインサロンっていうのを今運営しているんですが、その中でもメンバーさんから希望があれば、まあ、その方のねプロフィールを添削したりとか PR 文を一緒に考えたりしておりますので、まあ、ぜひ自分も見てほしいという方がいれば、サロンメンバーさんは特にね、ご自身のプロフィールをそのまま画像でペッて貼っていただければ私が添削することも可能ですので、そういった希望があればサロン内で書き込んでいただければと思います。まあ、もしくはね個別でもしっかり作り込んでいきたいっていう方は個別相談も受けておりますので、そういった方はご相談いただければと思います。ということで、このチャンネルでは結婚相談所を運営している私が婚活男性に向けて最短期間で結婚できるノウハウなどをお伝えしている婚活チャンネルになります。この動画が良ければチャンネル登録、そして高評価までお願いします。ありがとうございました。